ゃこんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、ゆたかさんが皆さんの疑問質問に何でも答えるコーナーです。そうだね、はい、皆さん教えて教えてと来てます、コメント欄に回らないんだよねあれ徐々に回ってきてません？でも、はい、やっぱりこう皆さんなんで、でも誰も教えてくれないという疑問がいっぱいあるので、まあまあ、はいはい、今日は中日編、はい、それから巨人編、はい、阪神編と題してこの3つの、はい、皆さんの疑問にお答えしていきます。今日はちょっとチーム別ですね、球団別。まあね、はい、うん、3つね、3つです、はいはい、いきます、はい、まずは中日です。はい、YI さんありがとうございます、はい、中日の高橋周平選手は結局のところバッターとしてどんなタイプなんでしょうか。入団1年目から応援していますが迷っているシーズンはほとんどの印象です、うん、OB の中でも意見が分かれていますが、豊さんはどう思われますか。 OB の意見ってどういう意見を持ってるのかね。いや、分かんないです。だからある方は A といい、また違う方、いやいや高橋選手はこういう、例えば分かんないですよ、三拍子揃った選手であったり、三拍子は揃ってない、足がない、ね、そうですよね、とか例えばこういうタイプの選手であるとか、それぞれなんか意見が皆さん違うそうです。俺は単純にアベレージヒッターだと思う、はい、まあ、例えば名古屋を、ね、本拠地としているバッターで、はい、ホームランバッターって言えるバッターはいないよ、はい、うん、そうです、そのビシエドだって中距離ヒッター、はい、そしたら高橋周平はアベレージヒッターだよね、はい、だからアベレージを取りに行くしか俺はないと思うよ、うん、あれが中距離でも長距離でも絶対ないよ、はい、これが横浜スタジアムでやるんだったら中距離ヒッターって言ってもいいよね。ホームラン20発ぐらい期待してもいいと思うんだけど、それ名古屋でさ、それ難しいよ。そうですね、広さ考えると、うん、そうですよ、ね、だから俺はくくりとしたらアベレージヒッターのくくりだけどね。あとは何番バッターなんですか、そもそも。まあ、5番の方がいいかなと思うね。5番、うん、うん、でビシエドが、まあ、一番の得点源だよね、はい、その長打で帰ってこれる、まあ、ツーアウトランナー一塁、ビシエドの長打で、帰ってこれる、もう脚力が3番には欲しいよ、はい、そうなってくると周辺の脚力から考えると5番かなって思うよね。うん、だから、まあ、例えば大島であったりだとか、そういう人がやっぱ3番に入った方が得点力としたら上がってくるかも。うん、だからそういうことを考えると、まあ、5番でいいかなと思う、うん、守備に関してはどうですか。まあ、サードだよね、はい、だからサードだったら岡本と双璧に戦えるだけの守備力は俺はあると思う、ね、お、うん、だから、まあ、セカンドとか、はい、まあ、そういうこともやらせてるみたいだけども、うん、まあ、サードの方がいいのかなって思うよね。まあ、セカンドの守備を見てないから何とも言えないけどね、はい、うん、これから覚えていく選手なのか、はい、それとももうサードを確立していく選手なのか、うん、まあ、そこら辺はやっぱこう見極めてね、はい、やっぱ首脳陣もやってあげないと、うん、まあ、負担ばっかりかかるよね。そうですよね、しかももういい、だんだん年齢に来ているので、まあ、そうだね、固定っていうのを考えないとってことですね、うん、だから周平に長打を求めるとやるとやっぱ名古屋じゃ苦しむかなと思うよね。厳しいですよね、うん、なので、まあ、豊さんの答えとしては当然としては5番を打つアベレージヒッター。まあ、そうだね、勝負強い5番バッターになってくると、うん、はい、やっぱいいよね、5番でもね。そうですね、はい、さあ続いては巨人に関する質問です、はい、ゆっくり大佐さんありがとうございます、はい、原監督が DH 制を推す理由は坂本選手を DH で使うため、もしくは打てない小林選手を使うための打力カバーとしてなんですかそんなにさ都合よく DH を採用してほしいっていうふうには多分思ってないと思うよ。で、原監督とこの話題というか、はい、DH の問題は、うん、昨年話したんだよね、キャンプ、あ、昨年、一昨年か、はい、もうそんなになるか、もうなりますね、開けてるので、一昨年だな、はい、で話したことあるんだけど、はい、やっぱレギュラーを一人でも多く増やしたいと、うん、それでやっぱパ・リーグがその DH によって強いとかじゃなくて、うん、やっぱこうピッチャーがやっぱそれなりに育つっていうんだよね、はい、DH の方が、うん、だからいいんじゃないかっていうふうには言ってたけども、うん、チャンスが増えるっていうことと、うん、まあ、ピッチャーが精神的にも強くなるということを言ってたけども、うん、だからまあ坂本を DH にしたいとか、はい、小林の打力をカバーするとかでも小林は必ず打席に立つわけだ、どっちにしてもそうですね、どっちにしてもね、はい、うん、だからでも面白いな、
ピッチャーを DH にしないで小林のところを DH してたら面白いな。そんなことないか。そんなことできないか。そんなことはしないですけど。いやだけどそれはないと思う。そんな小さなことは考えてない。まあそうですよね、うん、この選手の2選手のためにってないことでしょうけど、ただじゃあもし DH 制導入となった場合、巨人は原監督はどういうふうな DH の使い方を選手でしていくっていうふうに思います？日替わりとかにするんですか DH？ 日替わりもあるだろうね、うん、まあ例えばその体力的に落ちてる人間を打つだけに専念させるとか、まあそういうことはあるよね。ウイラーをレフトで使うんだったらウイラーを DH に使って、うん、まあ守備のいい選手を使うとかね、まあ、例えば松原選手がそこに入ってきたりとかっていうのがあります。まあ外野が、まあ、例えばウイラーもある梶谷に落ち着いたとしたら、うん、DH があることによってウイラーを DH にして松原を入れられるっていうことじゃない、はい、だからそれだけレギュラーの数が増えるっていうことだけどね、うん、だけど俺はまあいいんだけども DH でも俺はどちらかというとやっぱそのピッチャーのところでいろんな駆け引きがあったりだとか、はい、そういうことの野球で育ってきてるからね、はい、だから DH はなんかつまんない感じがする、うん、そうですね、若干そうですよね。寂しくなるだろうなと思う、うん、その駆け引きを見ることによって監督の能力とか、はい、そういうのが浮き彫りになってきたりだとかすることだから、うんうん、だからそういうところは見てみたいよね。あとセ・リーグの選手自体はその DH 制ってどう思ってるんでしょうね、実際のところ。野手は DH 制採用してくれと思ってるよね。あ、やっぱポジションそう、俺が出れるかもわからないと思うじゃない。はい、そっか、うん、でも長くなるよね、試合はそっちの方が絶対長くなるもうその短時間短時間って言われてる中で、はい、DH を用いると試合は絶対長くなる、うん、必然的にそうなるんですね。そうそう、でも言われてるじゃん、3時間ももうね、うん、見てる人なんかいないって、そんなスポーツをやっぱ2時間半とか2時間だと思う。だから俺はもう常々言ってたら7回でいいって。7回だったらもっとスピードアップして、うん、ね、バッターはもっと早打ちに来るから、はい、だからもう本当にスピードアップになる、うん、逆にそっちの方がいいって言ってますもんね俺はね、はい、まあ、勝手なこと言ってるけどさあ最後は阪神に関するご質問です、はい、蓮池智樹さんでしょうか、ありがとうございます、はい、阪神の高山選手は1年目あれほど安打製造機並みのヒットを量産していたのに、なぜ打てなくなって2軍生活が続いているのでしょうか。3番くらいに固定できるとかなり戦力になると思うのですが、豊さんぜひ教えてください。まあ、打てなくなった原因はね、やっぱ本人にあるんだよね、はい、で本人にあるのか、まあ、この話を聞いたら篠尻が悪かったっていうのかわからないけども、やっぱこう彼はアベレージヒッターでずーっと大学の時から来てるわけね、はい、でもやっぱこうフリーバッティングやるとかすると、はい、やっぱボールが飛んだりとかするとね、やっぱ欲をかくんだよね、うん、でバッティングのスタイルを変えてしまったということが、まあ、アベレージヒッターからちょっと中距離に行こうとしてね、はい、で、まあ、ちょっと失敗したということがあって、まあ、打てない要因を作ってしまったんだけども、もうね今の外野に割り込むって言ったら無理だ、はい、厳しいですか。いや近本外せるか。外せないです。佐藤外していいか。外せないです。なあ、うん、でそしたらやっぱり長打が欲しいレフトのポジションに高山が入れるかって言ったら、やっぱなかなかやっぱ厳しいよ今もう、はい、だからトレード出してもらった方がいい。あ、なるほど、その手はでもありますよね。絶対あるよ。あ、トレードで もうね、もうね本当に食い込むんだったらよっぽど打たなきゃダメだ。首位打者を取るぐらい。でも彼はやっぱり首位打者を取れるぐらいのポテンシャルを持ってる、はい、うん、だからそれを発揮できないっていうのは何かの原因があるし、やっぱ甲子園が合わないのか、うん、そうですね、関西が合わないのかっていうことはあるよね。確かにそのトレード、ね、されて移転先で花開いた選手っていうのもいるので、うん、それは気分転換じゃないですけど。でも大学で、ね、一番打ったバッターだよ。なんで打てなくなってしまう。いやだからそれがおかしいって、働く環境が、うん、まあ、その阪神ではなかったんじゃないかなって思う節もあるよね、はい、まあ、例えば関東人だからさ、はい、日大三高明治でしょ、はい、だから関東で育ったと、もう本当東京の生粋の東京っ子じゃないかな、あの子は、うん、あ、そうなんですね、うん、多分ね。そうなってくるとやっぱこう関西が合わないとかさ、うん、土地に肌感が合わないとかさ、はい、そういうのはあっても当然だもんね。まあそうですよね、うん、考えられますよね。あるでしょ、はい、うん、だからそれはもっとトレードして環境変えてもいいかなとは思うけどね。例えばそれこそ例えば関東だったらロッテとか
そのあたりになってくるんだ。真中が間違えた選手なんだよね。やったー言うて、もうヤクルト、あの選手なんだよ。だからもうヤクルトやったらどうやって。あ、なる。でもヤクルトにはもう出れないや。でも青木が年取ってるから。そうですね。ね、だからまあそこにチャンスがあるかもわからないよね。はい、だからまあセリーグ同士でないかなと思うけど、まあ彼のことを思うとね、はい、そういう風にあってもいいかなっていう。ただ今のままだとちょっと厳しい。あ、もちろん厳しいよね。それはもうレギュラー争いに、例えば内野ができる選手だったらまだしも、やっぱ外野だからなかなかちょっと厳しいかもな。そうですね、うん、さあというわけで今日はもうチーム別の、はい、質問に個別に、ね、はい、宇高さんが質問に答えていただきました。はい。